はい、皆さんこんにちは、まゆです。今回のお話は1月の募金額。はい、ということで1ヶ月に一度全月の、募金額とかを発表していけたら、皆さんもなんかこう、自分がまゆちゃんを応援していることが何かにつなんか誰子どもたちを救うことに つながってるんだなっていうふうに思ってほしいので、ちょっと月1でやらせていただこうかなっていうふうに思います。単純な動画なんですけどでね、そんな複雑なことは言わずはい、で1月の収益自体ですね、1月の収益自体がそのいろいろな媒体含めて事務所から約8万円いただきまして、でその8万円の中から2万円貯金して8万円の中から2万円貯金してまずねこうお金が入ってきてから8万の中から2万貯金して、であと6万だよね、5千円ちょっと超えの買い物をして、で残った端数で募金させていただいたのが約2500円、フローレンスさんっていう子どもたちを支援してるあの法人に寄付させていただいて、まず2500円ね。で今月はこれで終わりにしようと思ったんだけど、前回か分かんないですけど、その1週間休んでしまった理由、自分のことを傷つけてしまったし、命の尊さも知ったし、反省する点もいっぱいあったし、1週間休んじゃったからちょっともう一回自分の心が救えるまでもうちょっと募金しようと思いまして、計合わせると2777円子どもたちのために募金させていただきました。こう皆さんが再生してくださったり、皆さんがこうチャンネルメンバーになってくださったりしてる、その収益から子どもたちの支援につながる募金をさせていただいてるので、なんかそういう皆さんに自覚を持って私の動画を見るモチベーションアップにもつながればいいなと思っておりますっていうだけの動画でした。すいません。なんかあれね、募金額言うとなんかちょっといやらしいか。いやでも報告どんどんしていきたいし、毎回言うけどやっぱり私は自分の子供が持てない分、一人の子を守れる存在にはなれない分、どっかで大勢の子どものために何かをしてるっていう実感が欲しくて募金をやっています。偽善者だと思われる方もいると思うんだけど、それはしょうがないかなって思って、私はどんどん続けていくつもりなので、偽善者と思われようがどんどん続けていきたいと思いますので、応援の方、してくれたら嬉しいなっていうふうに思います。ということで今回は早いですがこの辺で終わりにしたいと思います。皆さんの中でも子供を救いたいよっていう方はぜひチャンネル登録、高評価、コメントをお待ちしております。モチベーションにつながるのでぜひお願いします。 Twitter、Instagram、TikTok やってます。ぜひフォローの方よろしくお願いします。概要欄にサブチャンネルが貼ってあります。ぜひ見てくださると嬉しいです。ということで終わります。じゃあね。